さあやっていきましょう、だしラジオ。今回はね、そう、珍しくなんかそのなんていうんですか、ゲーム実況者らしいことをね喋ろうかなみたいな、いや珍しいみたいな感じなんですけど、そう今回はね、そうカプコンがなんかパソコン向けにソフト展開をメインでやっていくように方向転換しますっていう発表がね、なんかあったらしいんですよ。発表がっていうか、なんだ、なんか記者会見か何か、なんか会見で、なんかそういうことを喋りましたよ、みたいな、そんな感じらしいんですけどね。いやー、どう皆さんはどう思いますか？いや、あくまでね、そう、ゲーム実況者、まあ、ゲーム実況をやってる人間からすると、ちょっとね、そう、いや、なんか、ありがたいのかなって、もしかしたら思うところがあって、っていうのも、いや、もうね、完全にそれのせいやんけ、みたいなね、ところあるんですけど、先日ね、ちょっと、Amazon で PS5 のね、抽選があったんですけど、見事に外しまして、いや、なんかね、当たったら、なんか、モンハンワールドとか、なんか、ちょっと遊びたいな、みたいな、あと、ね、テイルズとかね、なんか、その辺ちょっとね、遊びたいな、みたいなね、なんか、そんな感じで、ちょっとぼんやり思いながら、いやー、これはね、もろたでと。そう、今まで、Amazon で、プレイステーション5って、なんていうんですか、先着順で販売してましたよと。で、それが、今回はちょっと抽選制になりましたよと。もう抽選でしょ。もう今までやったら、ね、なんかもう早いもの順で、なんかね、まあなんかそもそも、なんかね、争いに参加できてませんでしたよと。そういったところなんですけど、まあ抽選やったら、まあね、一丁当てちゃうか、みたいな。そんな感じでね、ちょっと挑んだんですけど、いや、ちょっと残念ながらね、外しまして、モンハンワールドが遊べんぞと。いや、まあまあまあ、今、このね、ライズが、まあ出て、で、なんかね、ちょっと一段落した段階で、今からモンハンワールド遊ぶのっていうと、いや、結構ちょっと遊びたいなってなってる人多いんちゃうかなと思ってるんですよ。いや、なんかね、ライズですごい久しぶりにモンハンやって、で、そう、そうなんですよ。で、今回の、パソコン向けに、まあなんかメインでやっていきますよっていう前に、まあ、モンハンね、ワールドが出たじゃないですか。まあ言う前っていうか、まあそのね、発表っていうかね、回答があったのが、まあつい先日のことなんで、まあそれまでは当然まあモンハンね、家庭用ゲーム機で出しますと。で、まあスイッチでも出しますみたいな、おーみたいな、久しぶりやな、みたいな。なんかスイッチとかで遊べるの久しぶりやな、みたいな、そんな感じやったんですけど、いや、どうなんだ、久しぶりかっていうと、まあそっか、3DS で、プレイステーションで、その後、そう、ダブルクロスのリメイクが、まあ一旦スイッチでまた遊べますよ、みたいな、そんな感じなんですけど、あくまでもまあリメイクですと。なので、まあなんか、しっかりとした新作は、まあ久しぶりやな、みたいな、そんな感じやったんで、まあ、例のごとく飛びついてみたいな、あとは、カプコンさんがね、権利的に、ゲーム実況やっていいよ、みたいなね。なんかまあ、そういうね、お達しがあったのも、いいことに、まあ、乗っかっとけ、みたいな。そんな感じでね、なんか乗っかっとけじゃねえよ。なんか飛びついた、みたいな。そういうところではあったんですけど、そう、モンハンワールドは遊んでないんですよ。で、まあなんか、なんで、モンハンワールド手出さんかったんっていうと、ワールドが出たタイミング、ね、渋かったよね。いや、渋かったよね、じゃねえんだが、なんていうんですか、プレイステーション4でワールドが出ますと。で、なんか、プレイステーション5がもうすぐ出るんじゃないかみたいな、確かね、正式発表されてないタイミングやったんですけど、なんか、発売日とかは決まってないけど、なんか噂程度にはプレイステーション5はなんか出るらしいぞみたいな、なんかそういうタイミングで、プレイステーション4専用ソフトとして発売と。今から PS4 買ってもな、みたいな。そう、なんか、
全ね、全、いや全人類が思ったわけではないと思うんですけど、結構これ思った人おると思うんですよ。なんでまあみんなあのプレイステーション5がまあね出たらなんか、まあ、そっち買いたいし、でなんかこのタイミングで PS4 買って1年後とかに出たらちょっと嫌やなみたいなちょっとね、ちょっとまあケチなところもありますが、まあそれを思ったわけですよ。で、そっからどんぐらいかな、なんか半年後ぐらいとかにパソコン版で出ますみたいな、うおーみたいなねうおーみたいな、そういやーもうなんかうおーって感じなんですけど、そのね、そう、もともと最初にモンハンワールドが出た時、まあ出るってなったタイミングはね、プレイステーション4だけで、まあ、1000倍ですみたいな、そんな感じやったんで、持ってない人間で、かつ、持ってない人間で、かつ、プレイステーション5をね、待ちわびてるというね、立場からすると、正直ね、ちょっと、PS5 来るまでパソコンで遊ばせてくれよ、みたいな。そういうね、心境でちょっとね、指をくわえて見てたんですよ。で、そっから半年後ぐらいに、まあ、モンハンワールドが、パソコンで遊べますよと。どう？正直、もうなんか PS4 で先にみんなが遊び尽くしてるモンハンが、半年後とかにパソコンで遊べますよと。いいかなってなっちゃったんですよね、そのタイミングで。そうそう、でまあアイスボーンも出ますけども、結局それも何なんていうの、まあプレイステーションが先で、でパソコンは後でしたみたいな、となると、まあ結局ね、この PS5、 しかもアイスボーンが出る頃ってどうでしたっけ、もう PS5 確定してたんでしたっけ、なんかそんぐらいやったんかな、どうだったんかなみたいな、みんなそわそわするよねみたいなそういうタイミングやったんで、まあ相変わらず、そう、いやまあもともとワールド見送ったし PS5 欲しいからっていうのも変なんですけど、 PS4 出て1年後に PS5 出て買うってなったら尺やなみたいな尺やなってなんやねんみたいな感じなんですけど、いやそう、いや絶対 PS5 で、そうで、かつ PS5 持ってたら PS4 のソフト遊べるらしいしみたいな噂とか多分出てたと思うんですよ。なんで、いやー今回も見送りかみたいなそう、いやそうで、そう、まあまあもともとね、ワールドが、まあ、ちょっと見送った段階で、まあ、追加コンテンツのアイスボーンが出たから手を出すかと言われれば、ちょっと何とも言い難いところやったんですけど、まあまあまあ、その、まあ、で、かつ、まあ、いろいろなんか他にも多分いろいろ手つけてたし、みたいな、そういうところをやったんで、まあ、正直見送っちゃいましたよと。で、今回、まあ、PS5 の抽選外しましたよと。相変わらずモンハン、ライズ以外遊べへんなと言ったところなんですけど、ね、カプコンさんがね、これからの、まあ、方針としては、パソコンにちょっと力入れたいと。なるほど、来たかって感じなんですよね。いや、そう。まあ、もともと、その、なんていうんですか、立場的にですよ。立場的にっていうか、まあ、ゲーム実況者という、まあ、まあ、遊びをやってる人間からすると遊び言うな。ゲーム実況っていうね、なんか、あれをやってる人間からすると、なんていうんですか、まあ、ね、実況用にパソコンはありますよと。で、まあ、パソコン用でソフトが出れば、まあ、いつでも遊べるぞと。まあ、その立ち位置から見ると、ね、パソコン用に力入れますっていうのは結構でかいなっていう感じがするんですよね。で、かつよ、そのプレイステーション5がさ、みんな持ってるとかやったら、まあ、PS5 持ってるし、PS5 でやろうぜみたいな、そんな感じになると思うんですけど、いや、持ってないからね、そう、いや、なんかもうね、パソコンで出してくれって、僕結構周りっていうかね
限られた友人にね、そう、限られた友人っていうかね、そう、あのモンハンやるってなったら大体あのウルガハクとね、あのやるぐらいなんで、まあね、彼にね、あのね、パソコン版出てくれたらなーみたいなのをね漏らしてたんですけど、パソコン版がついに、あのなんていうんですか、カプコン公式、カプコンツイッター公式かな、なんか海外のなんかそのツイッターの公式で、なんかあのモンハンのサンブレイク、そう、ライズの、まあ、続編のサンブレイクは、あのパソコンとスイッチを同時で発売しますよ。おー、っていうことはそれ以降のモンハンに関しても、まあ、パソコンでおそらく同日発売するでしょと、来たかとそう、今まではプレイステーション持ってなかったから、ね、指をくわえて見てるだけやったんですけど、まあ今回はね、そのサンブレイクに関しては、まあ、正直データ引き継ぎとかが多分できないでしょうというところなんで、まあこのままスイッチ版遊ぶのかなみたいな、そういうところはあるんですけど、今後その何、なんかプレイステーション向けに予定していたモンスターハンターに関してはパソコンと同時に出ます、やったらパソコン版やりますよってなるんですよなので、そう、いや、プレイステーション5持ってたらどうなんやろうな、なんか本当そう、結構ね、何十ギガとか食うじゃないですか、ゲーム1個で。で、あ、でもまあまあまあ、あの新しくね、ちょっと調達したパソコンが SSD1TB なんでドヤじゃねえかみたいなね感じなんですけど、いや、それで言うと、まあ、大した容量ではないなみたいな、そういうところなんですけど、まあまあまあ、なんかね、その動画とかを僕らの場合はどんどん入れていくんで、結構すぐなくなっちゃうんですよ。で、そこをカツカツに埋めるならば、専用のゲーム機があるならばそっちで遊びたいなみたいな。で、かつ、まあ、あの、なんて言うんですか、あのゲームの方にパワーを持ってかれると収録の方でラグがあったりしないかなとか、そういう心配とかもあったりするんで、まあ、基本的にはその何、ゲーム画面、そのね、ラグがない、まあ、出力、同時出力みたいな感じでね、なんかあのテレビに映して、で、まあ、パソコンの方はなんかあの録画ボタンだけ押してほっといてみたいな、そんな感じで、まあ、なんかパワーの分散みたいなね感じをできればやりたいなみたいな感じなんで、まあ、プレイステーション5持ってたらそっちでやる可能性は全然あるんですけど、いやー手に入らんもんね。いや、そう。いや、もうマジ売ってくれ、みたいな。PS5 早い、売ってくれ、みたいなね。なんかそういうね、状態ではあるんで、現状では、まあちょっとね、ね、ちょっとプレイステーションでモンハンをやるという未来がね、ちょっと見えてない状態なんで、正直ね、そのカプコンさんが、何、これから、まあ、パソコンに力入れていくぞっていうのは、ちょっとおって思ったね。まあまあまあ。で、他のソフトを作ってるね、メーカーさんはどうなんでしょうね。同時発売とかしてるんかな？なんかちょっとね、ちょっとリサーチ不足で、いや、そう、何、ゲーム実況するってなると、基本的に、何、権利 OK な、まあ、任天堂ソフトとか、最近やと、まあ、カプコンのソフトとか、まあ、そういう感じでね、まあ、もうメーカーで決め打ちで、ゲーム実況やろうかなってなると、もうなんかスイッチにかじりつきみたいな、そういう状態になってたんで、ちょっとね、リサーチ不足なところはあるんですけど、もしかしたら他のメーカーさんも、例えばファイナルファンタジーの新作とかドラクエの新作とかね、まあそれがどこまでゲーム実況やっていいのか問題はあるんで、そう、ね、テイルズオブアライズでしたっけ、なんかね、このセリフ以降のシーンは映さないでくださいみたいな、ね、なんかそういうのとかもあるらしいんで、まあ果たしてね、どれだけゲーム実況でできるのかみたいな問題はあるんですけど、そもそもね、そう、そもそも発売日に遊べないんですよ、そのプレイステーション5持ってないと。っていう感じで言うと、カプコンさんの何、なんかこれからちょっとね、パソコン
に、まあ、注力していきますよと。22年まででしたっけ、23年まででしたっけ、なんかあのパソコンと据え置きのゲーム機の比率をまあ半々になるようにちょっと頑張っていきますみたいな、まあそういう方針らしいんで、まあまあまあ近いうちには結構パソコン向け、まあそもそもね、まあそのゲーム用のパソコン持ってる人がどんだけおんねんっていうと、まあね、ちょっとスイッチとかの普及台数と比べるとちょっと厳しいところはあるかもみたいなところはあるんですけど、まあそういうのでね、なんかあのみんなね、ちょっとゲームしたい、パソコン持とうみたいな感じになったりとかしたら、まあパソコンの方もね、なんか盛り上がっていくのかなみたいな、まあいやどうなんだろうね、わかんないけど、まあ現状で言うと、そう、ただ現状で言うと、あのプレイステーションにしか出てないゲームがまあね、そこそこありますよと。ありますよなのにプレイステーションが手に入りませんよやったら、そもそも遊べないんで、まあそれで言うと、あのもう遊べるようにしてくれるなんて神みたいな。そのまあパソコン持ってる前提にはなっちゃうんですけど、まあパソコンはね、まあいろいろスペックが分かれてて、まあ選ばなければね、なんかまあ何かしら遊べたりとかね、なんかまあそういうところもあると思うんで、まあそもそも我々に遊べるように提供してくれるなんて神みたいなところがあるんでね、まあ僕個人としてはちょっとねありがたい話やったのかなみたいな、まあねちょっと今後どうなるかわかんないけどね、もしかしたらね、あの PS5 手に入ったら、あの手のひらくるーってねもう折れるんちゃうかなっていう勢いでくるーってね、なんか回ってる可能性もねあるんでね、なんとも言えないんですけど、現状ね手に入らない立場からすると、まあね、まあちょっと今までね、そのパソコンでなんかそのね収録と同時するとどうなるんやとかっていうのもちょっとあったんで、まあ手つけてなかったみたいなところはあるんですけど、まあね、まあ、選べますよってなった際に、まあ、今後その何スイッチの次のハードとかがまたね、あの手に入らないってなった時にパソコン版が選べますよやったら正直ありがたいなっていう、そう、そういう面でもあるんで、ちょっと長い目で見ると、あ、もしかしたら何かそういうのがすごい生きてくる可能性があるのかなみたいな、そんな感じで今のところは見通してますっていう感じがね、かなりニッチなところの層の意見ではありました。いや、そう、普通の人ゲーム実況してないからね。ゲーム実況をね、そのやりたいなって言ってやってる人あんまいないのかな。いや、どうなんだろうね。まあ増えてはいるけども、まあね、それ用のパソコンとかってなると、まあね、そういう目的がなくて持ってない立場からすると、パソコン買うのちょっと辛くねみたいな、そういうところはあるんですけども、まあかなりねニッチな層の意見では、パソコン版ありがとうございますと言ったところでね、ちょっと他のメーカーさんもね、なんか可能であればなんか選べるようにしてくれたら、いろんなね本体を選べるようにしてくれたらありがたいなみたいな、そういうねところをね、ボソッと言いながら、まあ長い目で待ちましょうか。もしかしたらね、そう、何パソコン版のモンハンとスイッチ版のモンハンが一緒に遊べますとかやったら、そっちでやる可能性もね全然あるんで、そう、4K 画質でモンハンライズゲーム実況とかね全然ありえるんで、まあ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 、いや、どうなんやろうね、どうなん、収録ソフトと一緒に動かして動く？いや、わからん。いや、でも、そう、うん、3090なら動くかもしれん。っていうところではありますので、まあね、まあ、果たしてその 4K で誰が見んねんみたいなところもあるんですけど、まあね、まあ、僕はワクワクしてるぞっていうのをね、ちょっと伝えられたらいいなみたいな、そんな感じでちょっとね、今回ちょっとラジオ撮りましたんで、いやー、どうだろうね。多分次回は全然ゲーム関係ない話してるとは思いますが、また次回お会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。